はい、ワンピースが大好きな神ケース、今回はですねフィガーランドガーリング星についてちょっと深掘り動画を撮っていきたいんですけれども、皆さんこのフィガーランドガーリング星、その正体というのはどういった人物だと思ってますかね。今回ワンピースで描かれた情報によると、かつてゴッドバレーという土地で活躍した王者ということなんですよね。そして現在は神の騎士団の最高司令官という人物がフィガーランドガーリング星なんですけども、あの月のようなね顔のフォルムであったり、あの渋くてかっこいいね風貌とか、シャンクスの苗字ではないかと言われているフィガーランド星がついているとかですね、いろんな気になる部分があるんですけども、まだまだわからないところがありますよね。で、一体ねフィガーランドガーリング星って何者なんだろうと、天竜人の中でどうしてフィガーランドガーリング星だけが神の騎士団の団長というか最高司令官になれてるんだろうとかですね、いろいろ思ったんですけども、私のツイッターのフォロワーさんでしんのすさんという方がですねいらっしゃって、その方が言ってるのがですねめちゃくちゃ面白くて、それきっかけで今回この動画撮ってるような感じなんですけども、しんのすさんがつぶやいてたのがこういうものなんですね。ゴッドバレーって考えたんだけど、ドレスローザのコロシアムみたいな天竜人の闘技会が行われていた場所なんじゃないかと。そしてそこで王者として君臨していたのがフィガーランド家だとですね、それなら五老星が傷だらけなのもかつての闘技会で傷を負ったってことで説明がつくしと、そういうことなんですね。まあ確かに五老星の中でも、まあ特にシェパード獣ピーター星なんかはですね胸のとこに傷がありますので、何かしら戦いが得意なんだろうとかですね、またヴィーナス獣老星なんかもいかにも戦ってましたみたいな感じですので、こういった闘技会みたいなものと相性がいいですよね。でちょっと話を戻すんですけども、このゴッドバレーという土地が天竜人の闘技場であるということであれば、いろんなことが繋がってくるなと思いましたので、ちょっと今回深掘り動画を撮っていきたいと思います。今までずっと謎だったいくつかの点であったり、もしかするとガーリング星というのはもともとは一般の人で天竜人になれた人物なんじゃないかとか、さらにガーリング星の能力なんかを考えてきましたので、ぜひ最後までよろしくお願いします。それでは行きましょう。つながる謎の数々。はい、そもそもですねこのゴッドバレーという土地であったりフィガーランド星についてはですね、いろんな疑問というか謎がいっぱいあったんですね。だけどゴッドバレーが天竜人の闘技場ということであれば、いろいろと謎がつながってくるんですね。例えばまずゴッドバレーの違和感ですね。あのゴッドバレーというのはそもそも天竜人はいない土地といいますか、天竜人がいる土地というのは聖地マリージュアなんですよね。なんでもう一つゴッドバレーという土地があるんだろうと考えた時に、天竜人にとっての娯楽施設というかバカンス要素のあるようなそういう島がゴッドバレーだったということであれば、まあ納得じゃないですか。ゴッドバレー事件の時にも天竜人が多く滞在していたということなんですけども、そういう土地であれば天竜人がたくさんいるということも納得ですよね。またガーリング星がゴッドバレーという土地で活躍した王者というこの継承ですよね。ただゴッドバレーで住んでいたり、そこを治めているだけでは王者とは言われないと思うんですよね。戦って勝っているからこそ王者だと、そう言われていると思われます。そして先ほども言った五老星の傷ですよね。戦った跡がありますので、天竜人にはそもそもそういった戦うような文化みたいなものがあるのかもしれません。さらにドレスローザのドフラミンゴのところを見ても、ドフラミンゴはですね人はもともと血を好むというようなことを言ってましたよね。で、あれももともとドフラミンゴというのが天竜人ですので、天竜人だったからこそ、まあ幼少期にそれを知っていて見ていての発言とも取れるんじゃないでしょうか。そしてドフラミンゴというのはある意味天竜人の真似事みたいなことをしたいと思っていたはずですので、ドレスローザでトリーダコロシアムという形でそれを再現していたと、まあ魚人島でいうアーロンパークがシャボンディ諸島を模していたと、そういった感じのストーリーというのがあったのかもしれません。こういったところがこう繋がってくるんですよね。で、もしもゴッドバレーに闘技場があって、そこをね勝ち抜いた人物がガーリング星であるというならば、五老星というのはその闘技場の中でも特別な5人の集団だったのかもしれませんよね。というのもですね、天竜人のカーストとしては、まあ一番上がイム様で、次五老星、そして神の騎士団天竜人という構造になってるはずなんですね。あくまで五老星の下が神の騎士団だと思いますので、五老星の立ち位置としてはその闘技場を興行してた側なのかもしれません。昔は自分たちがやってたけども、今は興行の場に回ってると。そしてゴッドバレーの闘技場で勝ち残った人物たちに特別な報酬を与えていると。そういう可能性はないでしょうか。ということで次行きたいと思います。天竜人になったガーリング星、つまりですね、まあ、五老星は五老星としてもちろんいるんですけども、その五老星が闘技場を開きますと。で、いろんな世界中の強い人物たち、一般人を集めて戦わせますと。そして勝ち残ったものを天竜人にしますと。そういう経緯があったんじゃないでしょうか。そしてそこで勝ち抜いたのがガーリング星ですね。まあ、思えばですね、キュロスが剣闘士として、まあ、活躍して認められたように、ガーリングというのも元は天竜人ではなく、その戦いで勝ち抜いたから天竜人になれたという可能性があるんじゃないかと思うわけなんですね。
ロセはその興行でこう言うわけです。この戦いで王者になれば天竜人にしてやろうと。まあ思い返せばベガパンクのヨークもまたステリオも天竜人になりたがってましたよね。もちろんワンピースの世界では天竜人を意味嫌ってる人も大勢いるんですけども、一方で多くの人は天竜人というのはある意味憧れの存在でもあるわけなんです。ガーリム星は何としてでも天竜人になりたくてそこに行き、ゴッドバレーの闘技場で優勝して王者と呼ばれるようになったと。そしてガーリングがそのまま天竜人になるというよりかは、天竜人のフィガーランド家の女性と結婚して、まあ結婚させられてですよね、そして天竜人になったということなのではないでしょうか。フィガーランド家というのはおそらく二重の王家の一つでしょうから、その王家の人物の女性と結婚したと。まあ天竜人側からしても男性家系が欲しかったとかですね、そういう意図があったのかもしれません。そしてその二人の間に生まれたのがシャンクスと、こういうこと考えられないでしょうか。もしそうであるならば、まあガーリング星とその母親の気持ちを考えていくと、ちょっとまた納得する部分が出てくるんですね。父親のガーリング星としては、それだけの戦いを生き抜いてやっと天竜人になれた人です。自分の子供といえど、これ以上誰かが天竜人になることを認めたくない部分があったと。そういうことで心の奥底で自分の子シャンクスを不要だと思っていたと。一方母親は子供シャンクスをすごく愛していたけれども、ゴッドバレー事件が起きた38年前にガーリング星がその混乱に紛れて自分の子シャンクスを宝箱に入れてロジャーの船にボンと乗せたと。もしもそういう展開があったとするならば、ゴロン星とシャンクスがマリージュアで会って話せていた理由がちょっとつくような感じがするんですね。言ってしまえば多くの天竜人やゴロン星からしても、そのシャンクスというのは複雑な両親のもとに生まれてきたわけで扱いが難しいんですよね。父親であるガーリング星のことだけを考えると、その子供は海賊になってしまったし完全に敵なので殺してしまおうと思うはずですけれども、一方母親のことを思うと、あの二重の王家フィガーランド家の末裔だったら殺すこともできないぞと、母親がまだあのシャンクスという子供はこの純粋なフィガーランド家の血筋なんですよということを訴えれば、殺すに殺せないと、そういう板挟みであるということなのではないでしょうか。はい、どうでしょうか。ゴッドバレーというのは闘技場であって、天竜人が、まあ、楽しんでいた工業施設のような感じですね。そしてそこに参加した一般人ガーリングというのが優勝して王者になって、二重の王家の末裔のフィガーランド家の女性と結婚してフィガーランドガーリング制ということで天竜人になれたと。そしてその二人の間に生まれたのがシャンクスで、シャンクスは捨てられたと。そういうこと考えられないでしょうか。ガーリング星の能力。はい、またですね、ガーリング星王者になってますので、かなり強い人物ですよね。もちろんまだ能力者か非能力者かっていうのはわからないんですけども、ちょっと能力者の可能性を考えて、じゃあ何の能力者であるかをちょっと考えていきたいと思います。まあ現時点ではですね、材料としては月しかですね、ないんですけれども、もしも月が重要になるのであれば、引力であったり、満ち欠けから、まあ連想されるような能力になるんですかね。まあその辺もいろいろ考えたんですけども、まあでもですね、ワンピースの世界では月で力を示した描写がありまして、それがミンク族の数論化なんですね。あそこで満月を見るとミンク族というのは記憶の奥底のさらなる野生が呼び起こされるというものだったんですね。そう考えていくと、月を能力とした場合、ワンピースの世界ではこの能力というか、さっき言った力が応用されていくのではないでしょうか。つまり他の人物を味方につけて、さらにめちゃくちゃ強くして仲間にしてしまうということであったり、もしくは自分がいろんなゾーン系の能力者になることができて、野生の力をマックスに引き出して戦うことができたり、そういうことができるのかもしれません。神の騎士団の最高司令官ですからね。まあおそらく何か能力は宿してるんじゃないかなと思われますが、皆さんはどんな能力だと思われてるでしょうか。まあ本当にね、月しか今のところ何もないので何とも言えないんですけども、剣を見てもね、シャンクスのグリフォンにちょっと似てるような感じもするわけなんですけども、相当強いというのは間違いないでしょうから、どういった戦い方をするのかがめちゃくちゃ楽しみですよね。はい、ぜひ皆さんが思うところがありましたらコメント欄に書いていってください。それではどうも最後までありがとうございました。